皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは台風の季節がやってきたということで、台風についての雑学と中学校の理科で勉強した低気圧と高気圧の風の吹き方、この復習をしていきたいと思います。最近日本にやってくる台風、大型のものが多いですよね。先日の台風10号、これ9月6日の午前の時点で、なんと中心の気圧が925ヘクトパスカル、とても巨大な台風だったんですね。この中心の気圧が小さければ小さいほど、この数字が小さければ小さいほど強い風が吹く、ね、そういうことです。午後にはね、945ヘクトパスカルというように少しだけ小さくなりましたけれど、でもそれでも巨大な台風だったんですね。どのくらい巨大だったか、過去のものと比べてみると、1951年以降で日本に上陸した台風200以上あるんですけど、その中で中心の気圧が940ヘクトパスカル以下というのは10個しかありませんでした。このことからも、この台風10号がものすごく大きかったということがわかるんですね。台風これ来ると大雨とか洪水、土砂崩れなんかの災害が起きるので、災害が起きる前に避難する、こういうことも大切です。じゃあみんな気象で台風台風、天気予報で台風台風、私たちも台風と言いますけれど、台風って一体何なんでしょうか。まず漢字の台風からいきますと、台風というのは北太平洋とか南シナ海で発生した熱帯低気圧、その中でも最大風速が毎秒 17.2 メートル以上のもの、ね、これ10分間の平均を取ったものですけど、それを台風と呼びます。この漢字の台風と英語の台風、私ちょっとこれ調べるまで同じものだと思っていたんですけど、少し違っていました。英語の台風の方は最大風速が33メートル以上、毎秒33メートル以上の風が吹く、これ1分間平均なんですけど、これが台風になったんですね。つまり漢字の台風より英語の台風の方が規模が大きいんですね。大型なんです。そんなことをね、私ちょっと調べて知りました。この台風の方は国際的な取り決めがあって、このような基準になっています。さて、台風と気象で使われるようになったのはいつからかというと、つい最近です。つい最近といっても1年とか2年前じゃないですね、もうちょっと経っていますけれど、気象で台風と表記されるようになったのは1956年からなんです。ですから今2020年ですから、使われ始めてまだ64年しか経っていないということです。じゃあ昔はどんなふうに呼んでいたのかというと、平安時代には野原の野に分けるという字を書いて野分けとか野分けと、こういうふうに呼んでいました。この野分けと呼ばれる言葉、枕草子とか源氏物語の中にも出てきています。枕草子、清少納言が書いた随筆ですね。で、源氏物語は紫式部が書いた小説で、これ世界で一番古い小説ということになっています。ではここからは低気圧と高気圧の風の吹き方、これについて、復習して思い出してください。低気圧というのはこの等圧線ね、これが閉じていて真ん中の気圧が低いもの、高気圧というのは同じく等圧線が閉じているんですけれど、真ん中の中心の気圧が高いもの、これを高気圧と言いました。で、風の吹き方、地表付近ではこれ風が中心に向かって反時計回りに風が吹き込むと、これが地表付近の風の吹き方でした。で、中心では上昇気流が起きています。地上の暖かい空気が上昇気流で冷たい上空に来て冷やされて雲ができて天気が悪いんですね。これに対して高気圧の風の吹き方、これは中心から外側に向かって時計回りに風が吹き出すと、こういう吹き方をしていました。そして中心では下降気流が起きています。上空の冷たい空気が地上の暖かいところに来るので天気はいい、ね、高気圧の時には天気がいいと、こういうふうになっていますね。じゃあちょっとだけ
付け足すと、この台風の方と低気圧の風の引き方少しだけ違っていました。この中心の部分でね、少しだけ違っているんですよ。普通の低気圧、私たちが勉強した低気圧というのは中心で上昇気流だけが起きているんですけれども、台風の場合は中心のところのちょうど真ん中、ここの部分で下降気流がここに起きていると。これが台風、普通の低気圧と違っているところでした。今回は台風について、低気圧、高気圧の風の吹き方について復習をしてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。